サルベア整骨院の小泉です。今日は首痛のためのリハビリ方法をご紹介します。首を捻挫してしまった、捻違えてしまった、むち打ちになってしまったっていう方のためのリハビリに関しては、ストレッチとかマッサージだったりとかっていうのも大事なんですけど、根本的に改善するにはやっぱり筋肉をつける、筋肉を動かすっていうのが大事かなと思いますので、そのリハビリ方法についてご紹介します。ペットボトル、500ml のペットボトルを手に持った形で、上に上げてもらうことを10回から15回で、これを週に2回から3回、やってもらえると、僧帽筋の下部というところが、しっかり働いてきてくれて、肩をこう引き上げるのを抑制してくれる効果があります。これが上がってしまうことによって首の可動域がすごく悪くなってしまうので、これが下がってくれた方が首の可動域というのはしっかり出ますので、痛みの改善だったりとか、痛みの再発防止にもなりますので、ぜひともやってみてください。よろしくお願いします。